Buongiorno, あっちゃんです。今日は9月の24、9時51分。はい。ちょっとね、お寝坊や。昨日何時に寝たんかな？そんなに遅くなかった。2時。忘れてたかな？すんごいし、なんか疲れててね、眠くて早めた。早いことはないけど、ちょっともう早寝ようと思って早めたんや。で、今日ね、まあ、昨日まで祝日やったからね、祝日振り返りの休みやったから、今日は、まあ、普通の日で、祝日でってことでね、まあ、何をしようか頭変わらないけどね、ウィークではね、お買い物行ったり、いろんなこともするので、ね、今日はね、ちょっと、今日はね、ちょっとあちゃんお出かけなんですわ。はい。見納めです。はい。今日はね、ネイルの日、ネイルチェンジをしていきます。ちょっとネイルチェンジして、それからお買い物していこうかな。だけお買い物したいの。今、出るついでにね。いちいちね、わざわざお買い物のめんどくさくてさ。だから、もうね、ちょっといろいろ疲れちゃっててね。昨日ちょっとね、いろいろ作りもしてたね。直そうかな。まずからね、足回りを作ったからね。足回りかな。これね、潰さんように直そうかな。後ろのね、足回りか。で、これをね、やりながら、夜はね、いろいろですわ。はい。じゃあ、血圧上がらない。嫌なんだろうとね。はい。で、模型配信がすごい、こう、うまくバズってくれたらなと思って、力入れようと思ってね、やってるんだけど、なかなか難しくてね。133の84の63。はい、昨日ね、TikTok がすごいこう、バズってるよっていう話だったらね、昨日の時18万再生ぐらいと、今ね、19万9千。だったらね、夜中から朝やけど1万再生ぐらい伸びてるの。わかんない。今日はね、フォロワー69人まで増えた。もう不思議なね。だからこうやって。みんな自衛隊大好きやね。
ちょっとね、自衛隊絡みでね、まあ、次の模型も買ったしね、昨日もらえるのが落ちちゃって。ないけど、模型もね、うまくバズったなぁ。なんか作ったとこだけじゃなくね、まあ、こう作っていく様は動画に出してるけども、そこもね、ちょっとショートっていうのも、やっぱショートで、誘導していかなあかんのかもからね。TikTok ってね、フォロワーさんを増やすの、どうやってフォロワーさんを増やすのか、仕事がわからんの、ね、YouTube はね、こう出してたかって言うけど、フォロワーさんって出してても、勝手にそんなに増えていくイメージがないよね。だから、ね、10万じゃない、1万人超えたら収益か。調べとってんだよ。だから、1000人超えたら、なんか、いろいろなことができるよ。手投げ銭とか、メンバーシップみたいなのとか。で、1万人超えたら、広告収益かって。目指そう。頑張ろう。と思ってみよう。でもね、1万人が見えてけえへんのよ。昨日、ま、10人ほど増えて、11人か。10人増えて、58人かな。56人やったかな。なんかそんなやってんね。10人ほど増えてんけどね。でもね、楽しく、こう、踊る。踊ってみた系とかね。そんな系がやっぱり TikTok のイメージがやっぱあっちゃんの中には混んでます。で、ショートなかなか難しいなぁ。逆入れたこれ。ちょっとね、まあ、そのね、やれよくてやるしかないしね。ちょっとね、模型やりたいなと思うんですけど、今日はちょっと、メールで出かけるから、やるんやけど、朝からちょっとこう、何個かやりたいなっていうのがあって、で、それをやって、で、こう、ね、で、その後、ね、まあ、夕方から寝る一日行って、夕方じゃうわ、昼からや、夕方、ちょっと早い時間に行って、で、夕方には終わるから、お買い物行って、そんな感じで、ね、考えてるんで、今回ちょっとね、予約の時間がね、いつもの時間とちょっとちょっと遅いね。だから夕方ぐらいになるんですよ。今回もね、シンプルでね、結構気に入っててんけどね、アキデールか、どうしようかな。悩んでん、ね、今ちょうど、9月、10月、ハロウィンか。ハロウィンネイルやね。ハロウィンか、どんなんでしょうかな。ど定番のハロウィンにするか、全くハロウィンから外すか、悩むね。あんまりでもね、最近ね、もうちょっと模型とかもしたりやし、こう手を写す仕事って、あ、手、風呂についてる。昨日、目の前にやって手ついてるのかな。ハロハロウィンの足までやったら、風呂についてるの。ね。だからね、模型やとったら体力失うと、終わるでしょ。だから、もう歯磨いて、寝る準備してから最終作ったらいい。最後まで、体力終わるまで作れるわ、と思って。もうその通りね、もう、立つのもしんどいぐらいまでフラフラになって、ね、そのまま倒れるように寝たら。結構模型も過酷やねんね。今度ね、自衛隊、まあそっちやったけど、自衛隊の73式トラックを次ね、もうちょっと対策にしようかと思ってね、取り寄せた。何を取り寄せたかっていうとね、木曜日ぐらいに届くから、
多分木曜日に届いたら嬉しいから木曜日にレビューして組み立てるか、金曜日にレビューして組み立てるか、そのあたりからね、もうかかると思う。それまでやらなくていっぱいね、早く関節さんの真似でね。だからもうね、なんか外で、それ俺はいい。しかもまだ空いてるから外の声がよく聞こえるわ。まだ開けといてちょうだいね、今日ね。まだ開けといてもね、今ね。27度。湿度が 65%。まあまあ快適、快適っちゅうかね。いい感じね。これぐらいやったらね、エアコンもなしで。そうそう。昼間はどうしてもまだちょっと無理やけどね、暑いけど。ちょっとね、動画をチェックして。見てたらね、裏チャンネルがね、2749人、ちょっとずつ増えてきてね、あと250人で3000人、年内には3000人行きたいね。まだまだね、メインチャンネルの14000人、14,050人。この前14,000人超えたしね。ありがたいなぁと思ってんだけど。もっとね、メインも伸ばしてね。メインはね、メインは年内に15,000人って、ちょっとしんどいかもわからんけど、それぐらいを目指して、頑張っていこうと思ってんだけど。ロピアから、ロピアのあれが来た。アプリから通知が来た。白い板チョコアイスが99円。3個買いでお得って言うんだよね。4個買いにしてくれよって感じで。なんかそんなのがね、今来たわ。はい。ということで、今日は。ちょっとね、昨日、まあ、模型を頑張りすぎて目がすごいしんどい。でも今日も模型もね、頑張ってね、模型だけじゃなくね、ちょっと動画も頑張って、ちょっと編集も頑張って、レトロ自販機の動画早く編集しなあかんね、あれ早く出したいなと思って、ね、もうちょっと待っとってね。まあまたね、ちょっとね、今週ね、ちょっと行こうかなと思っているところがあってね、いつ行こうかな。まだ決まってないね。で、ちょっと行きたいとこがあって、そっち方面行って、で、実家も一回行きたいね。で、ね、お彼岸妹のね、納骨したから、お彼岸ちょっとずれちゃったからね。ご先祖様とミキちゃんのお墓参りして。で、ね、なんか40にしようかなと思ったんだけど、今日24でしょ。いつ行こうかな。週中ぐらいでも行こうかな。で、まあ、9月中には行きたいなと思ってるんで、まあ、とりあえず、ちょっと予定立てて行ってきます。はい。ということで、今日のあちゃんの送迎会もこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日も一日楽しくゆるっと行きましょう。ね、秋になってね、気候が良くなったんでね、そろそろお出かけの季節、お出かけして楽しみたいね。では、またね、バイバイ。